く材料を買って帰って気合を入れて料理しないと。なんといってもお礼の餃子なんだから。で、お兄ちゃんは餃子でいいの？だからお礼に妹のお願いを聞いてくれたお兄ちゃんにもお礼が必要だと思わない？なんかやらしい寝をしてる。こんなところで何を考えてるんだか。お兄ちゃんのスケベ、私はお礼としか言ってないのに何を想像してるんだか。嘘だ。正直に言ってくれたら考えないでもないんだけどな。やっぱりところ構わず妹に発情するなんてけだものだね、お兄ちゃんは。何もそこまでしょんぼりしなくてもしょうがないな、お兄ちゃんは。大丈夫、私もちょっと期待してたから。お兄ちゃんにはもっと特別なお礼してあげるからね。しょうがないよ、だって私たちは兄弟なんだもん。兄がスケベのけだものなんだから、妹だってスケベなけだものになっちゃうの。それとも、こんなエッチな妹は嫌い？うん、だと思った。歩きづらいかな。そうだね。荷物があってこんなことできないからね、今のうちに。それともご不満ですか？よろしい。